こんにちは、工藤理沙です。今回は女性の本当の豊かさについて語っていきたいなと思います。近年の日本といえば物価の高騰が社会問題になっていますよね。これでもかってぐらい物価の情報に関するニュースが取り上げられていて、こう耳が痛くなるなっていうふうに思うんですけれども、皆さんはどうですかね。牛乳なんかも前は130円から150円ぐらいで買えていたのに、今では200円オーバーになっていたりとか、あとガソリンも政府が対策を取ったとはいえ、昔と比べたらすごい値上がりですよね。いちごなんかも600円ぐらいしていて、かなり高級フルーツになっているなっていう、すいません、ちょっと主婦感がある話をしてしまって実際買い物に行っても高いからちょっとやめようと買い渋ることが多くなった方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。買いたいと思うものが買えない、我慢してしまうのってすごくストレスじゃないですか。だからといって給与が上がったとしても物価高騰に追いつかず、その結局節約節約で生活水準も変わらないっていうところで、すごい悪循環に陥っているなっていうふうに思っています。そこで今回は、1、女性の感じる本当の豊かさってなんだろう、2、お金の流れは自分で変えられる、3、私なりの考えについてお話をしていきたいと思います。世界情勢とか日本の社会情勢っていうのは変えることはできないですけれども、自分のマインドは変えることができると思うんですよね。私もお金がって悩む時期がやっぱりありました。でもある時この考え方を変える、自分の心マインドの持ち方について気づいた時に、自分の起こす行動まで変えることができて今に至っていますので、今日はそこのところをじっくりお話しして、動画を見てくださっている皆さんが動画を見終わる頃には新しい考え方を取り入れてお役に立てれたらと思っていますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それでは動画をどうぞ。まずはじめに、一つ目の女性の感じる本当の豊かさってなんだろうというところのお話に入っていきたいと思います。豊かさといえばどんなことを思い浮かべますか？一般的にはすごくお金がある人のことを豊かな人だなとか、あとは満足した暮らしをしている人のことを豊かな暮らしをしているなって思うかなと思うんですけれども、辞書で調べてみると、満ち足りて不足のない様、十分にある様、あとは経済的に恵まれていてゆとりのある様、そして心や態度に余裕があって落ち着きのある様、大体皆さんの思う豊かさと同じ感じですかね。おそらく豊かさっていうのはお金が関係していそうだなっていうところで、なんとなくそう思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、自由に使えるお金が多かったら経済的に恵まれていると言えますし、自由に使えるお金が多かったら心や態度に余裕も出てきますよね。やっぱりそこは関係しているのかなと思います。ではそのお金を増やすために、私が大事だなと思うことをお伝えしていきたいと思います。それは自分自身の選択を持つことです。私にはこれしかないからとかね、私はこうするしかお金を稼ぐ方法がないから、ちょっとでもパートの時間を増やして収入を増やさないと、こんな風に思い込んで自分で自分の可能性を狭めたりしていませんか？自分に選択肢がないと、こういった感じで私はこんなもんだっていう風に狭い世界で生きている感じが否めなくって、精神的にも豊かとは反対のところにいる感じがすると思います。これが逆に選択肢があると、私はこれもできるかもしれない、あれもできるかもしれない、え、私ってこんなにできるんだっていうふうに可能性が広がって、それだけでも人生楽しい方向に進む気がしませんか？選択肢を増やすために大切なことが情報を持つことです。情報を集めて自分自身の知識が増えますと選択肢が増えますよね。選択肢が増えると自分の行動を変えることができます。行動が変わると掴めるチャンスが増えたり、今まで出会わなかった人とのつながりも増えたり、結果お金が増える。この情報、選択、行動、チャンス、人脈、お金、このサイクルがすごくいいサイクルなんじゃないかなっていうふうに思っています。お金はね、貯めるだけじゃたまらないと思うんですよね。2つ目のお金の流れは自分で変えられるについてお話ししたいと思います。お金を増やしたいっていうふうに考えると、つい財布の紐を固く締めてしまいますよね。私も起業したての頃っていうのはやっぱり収入があまりなかったので、
毎日節約を意識した生活をしている時期がありましたけれども、今サロンを経営して4年のね、今だから分かることなんですが、お金は喜んで手放す方がいいです。お金もね、エネルギーなんですよ。相手の喜びが大きければ大きいほど大きく返ってきます。つまり誰かのために喜んで出したお金っていうのは元の金額あるいはそれ以上で戻ってくることが本当に多かったです。まあね、簡単な例で言うと、お世話になっている人とか感謝を伝えたい人をこうお食事に誘ってご馳走するとかもそうだと思うんですよね。ただですね、ここで気をつけたいのがお返しを期待してしまうことです。お金を出す側、受け取る側のどちらも下心がない状態で、感謝と喜びの気持ちがなければお金は集まらないので、そこはお気をつけください。そしてもう一つ、流れを変えるということで、皆さんはまとまったお金を手に入れたらどのように使いますか？車や家を買ったり、あるいはご褒美のブランド物ですとか服を買ったりする方も多いかと思いますし、私もそれは否定しません。ね、子育て中のママさんってやっぱり毎日仕事で追われている忙しい方じゃないですか。だからこそやっぱり自分の機嫌は自分で取るのも大事だと思っています。ただ私は経験上、目に見えないものに投資すると結果幸福度がめちゃくちゃ上がりました。例えばイメコンの資格取得もそうですし、学びへの投資、自分の脳への投資、あとは一緒に働く仲間を増やすとか、経験もそうですね。目に見えない未知なものってね、先が見通せなくて不安ももちろんあると思うんですけれども、その分大きな広がりがある可能性もあります。物やね、目に見えるバッグとか服っていうのは先が見える分、豊かさの上限とか限界っていうものがやっぱりあるんじゃないかなと思うんですよね。私イメージコンサルタントなんですけれども、性格上もあるのですが、そこまで物を増やしたくないタイプなので、皆さんが思うよりもきっとバッグとか服の数っていうのは持っていないんじゃないかなと思います。なので目には見えないし、直接触ることができない代わりに、無限の可能性がある、チャンスを得ることができるものに投資した方が結果幸福度は高く感じました。はい、そして3つ目の最後、私なりの考えについて入っていきたいと思います。まあね、いろいろ語ってはきましたけれど、豊かさって選択肢が多いことなんだと思うんですよね。シェイクスピアの名言にもあるように、人生は選択の連続っていうふうに言われています。日々の生活の中で私たちは小さな選択を繰り返しながら生きています。例えば今日の夕飯は何を食べようっていうのも選択ですし、あとはこの服かわいい、買っちゃおうかなとかね、転職をするしないも選択ですよね。何かを決めるときに選択肢が多くて、より自分の希望に近いものを選べるってこう心地いいことだと思うんですよ。日常の些細な決断ではありますけれども、その一つ一つを自分の思う通りにできるっていう生活は、私たちの思い描く豊かさに近いものなのかなっていうふうにも思います。で、お金があるとやっぱり選択肢っていうのは増えますよね。だからお金も豊かさにつながる一つの要素でもあるのかなと。けれどやっぱりお金が全てではなくって、知識を増やして考えられる幅を広げたりとか、あとは多くの仲間を持ったりっていうふうに、お金をかけなくても選択肢を増やす方法っていうのは実はたくさんあります。限られた選択肢の中からこれしかできないっていうふうに過ごしているのと、たくさんの選択肢から自由に選べて自由にやりたいことができるのでは、同じ人生でも随分違ってくるんじゃないかなと思います。だからこそアンテナを立てて、様々な情報をキャッチしたりとか、本を読んだりとか、あとは学ぶね、場に参加したりとかして、これしかないではなく、こんなにある選択肢を持って選べる自由があることが豊かさなのかなっていうふうに思っています。だからお金をどう使うかも大事ですよね。今回は少し哲学的な感じになりましたけれども、いかがでしたでしょうか？お金を貯めているのに不安があるという方は、ぜひ自分が思う豊かさって何だろうっていうところを改めて考えてみられるのもいいんじゃないかなと思います。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録、グッドボタンをいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。